やっぱりそうだよね。待って、なべちゃんマジで見つかったんだけど。嘘でしょ。嘘だ。皆さんこんにちは。こんにちは。なべです。マリアです。よろしくお願いします。今日はなんとなんとなんと絵文字でお買い物企画。イエーイ。公平がいないということは、うん、公平にね今絵文字だけでこれ買ってきてっていうのを伝えているところです。どうしてもやりたくて。そうなんですよ。そう、 YouTuber さんっぽいね、うん、やつをやってみたくて。普段から自分は謎解きが得意だと言っている藤巻パイセンは果たして全部答えられるのか。なれるのか、ぜひ楽しみにしてみてください。はい、私たちが考えた文字はまず私のがこちらです、うん、おお、これね。はいはい、3つずつ考えたんですけど、うんうん、私のは全部ファミマで買えるやつなんですよ。はいはいはい、ファミマといえばみたいなやつなので、うん、絶対わかると思う。なんかさ、やたら氷多くない？全部氷じゃん。わかるか。でもニトさんの氷の量の違いにも着目して、うん、あーそうね、なるほどね、買ってほしいなって思う。はい、なめちゃんのは？私のはこちらです。うん、でも超簡単だと思う。いやいや、難易度マックスじゃない？そうかな。え、でもね、これ今本当に私が必要としてるものをお願いしてます、うん、でまあね、最近ずっと一緒にいる公平なら分かってくれるんじゃないかなと思って期待を込めてこれにしました、うん、ではでは、公平がちゃんとうちらがね欲しいとしてるものを買ってきてくれるのか行ってみよう。ぴょん。おかえり。めっちゃむずい。超悩んでたね。めっちゃ悩んだ。時間すごいかかったもんね。そんなかかってた。うん、マジっていうのも多分認識してないぐらいちゃんと考えてた。めっちゃむずい。楽しみ。じゃあ早速答え合わせしていきますか、はい、お願いします。はいはい、ということで戻ってきました、公平が。はい、むずすぎ。マジむずい。むずい。じゃあちょっとこの後早速ね答え合わせ、ちゃんと変えてるのかを見ていこうと思うんですが、どっちからいく？うん、え、私じゃない。だってなべちゃんのむずいし。やっぱりそうだよね。待って、なべちゃんマジで見つかったんだけど。嘘。めっちゃむずい。え、しかもなんか、うん、こういうのって大体さ 1,2,3 で難しくしていくじゃん。うんうん。いやいや、1難しいぞ。わかるわかる。え、じゃあちょっとそれは後でやる。じゃあマリアちゃんから。うん、オッケー、はい、行ってみましょう。はい、はい、じゃあ私のやつから。うん、これはね、まあまあまあ、俺がマリアちゃん好きなのも知ってるし、うん、一話も絶対そうだと思った。だからまあ卵、なんだっけ、あ、違う、魚で、うん、まあおにぎり、ご飯系で、はい、で、はいはいはい、卵で挟んである、はい、で、真ん中のこれはよく分かんなかったんだけど、うん、まあ、マリアちゃん好きだし、うん、このまま絶対そうだと思ったんだけど、ただ売り切れてたの。あら、何か、あの、そのものが。うんうん。え、いいですか、答えずぼり。はい。スパのおにぎりです。違います。嘘でしょ。嘘だ。え、 100% そうでしょ。え、だってもうそもそも絶対に売り切れてないもん。え、わざわざ売り切れてる写真まで撮ってたね。ちょっと見せて。待って、超恥ずかしいんだけど、超自信満々だったんだけど今。え、嘘でしょ。じゃあ解説をお願いします。はい、まず魚じゃん。で、魚の子供じゃん。私この魚が何かを当ててほしかったの。これはタラです。タラの子供です。待って待って、なんでこの写真見てタラってわかるの。で、しかも真ん中のこの赤ちゃんいるじゃん。いや、何だと思う？子供。キューピーマヨネーズのキャラクター。やふざけてない。うん、で、おにぎりじゃん、うん、明太マヨおにぎりです、ファミマの。え、明太、あ、マヨか。うん。え、待って、卵は何なの、これ、ふたつの卵。え、だからキューピーは卵でできてるから、マヨネーズって卵だから。あ、そういうことね。うん。ちょっと待って、これマジで、あの、最初にテロップでみんなも当ててくださいって入れてほしかった。わかんないよ。絶対わかると思ってたのに。絶対わかんないって。すごい、あの、自信満々。自信満々のスパムの。スパムおにぎり。で、ちなみに明太マヨもなかったよ。売り切れてた。そうなの。うん、まあ人気だからね。うん、ということで食べたかった。1問目残念。
うわマジか。まあ、でもね。もう手があるともう俺一個も当たる気しなくなってきたんだけど。あと2問あるから。あと2問、ね、それ行ってみましょう。気を取り直して。はい。次。はい。次2つ目。2つ目は、はい、まあこのまあ飲む系なんだけど、なんか氷がたくさんあったから、うん、まあアイスだろうと。うん、でまあブドウのアイスで。お。でアイス飲み、うん、でブドウ味で。何？アイス飲みのブドウ味。え合ってるでしょ？それでは答えをお願いします。不正解。嘘でしょ。待って、じゃあ何も当たんないわ。とりあえず納めしていただいて。めっちゃジョークなんだけど。え、今ファミマで期間限定で出てるアイスドリンクのブドウ味があるの。あー、はい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 。知らん。でも入った瞬間分かったと思う。え、ちょっと待って、だってさ氷さ、うん、なんでさ3つもあるの。え、だからちょっと見せるね。もうだってね、完璧でしょ。アイス、氷、ぶどう。ちなみにこれなんですけど、え、これ表すとき氷めっちゃ、ほら、ここにね、うん、まずこの写真を見て、これを表そうと思ったの、うん、だから、ファミマでこのバナー絶対置いてあるから、いろんなとこに氷でめっちゃ挟んでみた。ちょっと一回も見てないなんて。え、待って、何にも食べたかったのない。な、確かにな、存じ上げないんだよ。言われたら言われ、まあ、私これは分かる、うんうん、あの1個目はまだ納得できてない。こっちは理解できたわ、うんうん、いやでもなんか氷多かったから。で3でもさ、うん、次のやつも氷使ってたじゃん、うん、でその緩急もそう緩急あったから、うん、そう緩急あったから、うんうん、2はやっぱりアイスで、うん、で3はアイスじゃないって推測したの。なるほど、はい、じゃあ3いきますか、はい、レモンを氷挟んでるからなんかひんやりする系のレモン系かなと思ったの、うんうんうん、はいはい。で最後のこれがマジでちょっと解読ずっと不明だったんだけど、最後にひらめいたんだけど、これグミでしょと思って、グー耳でグーミーだと思って、うん、で俺最初氷結レモン買おうかなと思ったの。でも氷結レモン、さすがに酒だったらもっと酒っぽいマークあるだろうなと思ったから、うんうんうん、その中であったグミで一番ひんやりしてそうなグミ、こちら。不正解。違う。でも超惜しい。嘘。サクサクレモンの、あのサクレわかる、レモン の, あ, あのかき氷、あサクレって超有名みたいな、はい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 、サクレのレモングミが出たの、ファミマ限定で。この中にあります。え、ない。これはちょっとどうなんだ。でもだから考え方としては結構あったでしょ。引いちゃってる、惜しい。そうだよね、うん、なんかね、私が食べたかったのはこれ。あー、確かでも俺これあったらこれ買ってきてたよ。本当？絶対。でもそうだよね、うん、そう。だから3が一番正直なんか近しいんじゃないかと思って、うんうんうん、でも2も絶対合ってると思った。で1も絶対合ってると思った。みーさん、ドリンクワークの要素ある？え、だから飲み、飲み物の飲みと飲みかけてんのかと思って、アイス飲み。あー、飲みね、うん、そこ飲み物で、うん、はいはい、だからアイスボックスか、うん、なっても一緒に思ったの、この氷のこの感じで、うんうん、でも飲みとかけてる、アイス飲みだと思って。じゃあまあ惜しかったですが、はい、3本不正解ということで残念でした。マジか、絶対1は少なくてもらってると思ったんだけどな。私の方が絶対簡単だからもうこれ絶望的で。あ、もう終わりです。いや、あの私のね、なべちゃんね、1個は絶対わかるよ。じゃあそれはこれさっきやったわ。スパムでやったんだよなこれ。じゃあ次やってみましょう。で、まず1に関しては、はい、マジで1ミリもかなかった。まあ、ちょっと俺、あのマリアちゃんの3つは多分大体合ってるなと思ったから、なめちゃんの1はちょっとふざけたのね。なんで、すっごいわかりやすいよ、答え聞いたらもうすぐわかると思う。で、俺を最初思ったのはこの最後の2つでチューしてるマークと瓶のマークでしょ、これ。そうだから中瓶かなと思ったの、なんかの中瓶。なるほどね。で、なんかびっくりしてるから、うん、なんかで2個目の絵文字があのさ、あれじゃん、魔導じゃん。そう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 、すんだから、いやいや、なんて読むねんって話になって。で、まあ、で、なんかまあ、うん、
ビールの中瓶とかなのかなと思ったんだけど、でもコンビニにビールの中瓶って売ってないよね、うんうん、確かに。ってなった時にじゃあ瓶系でなんか最初バーってびっくりするけど、うんうん、なんか途中から漫画音になって、うん、なんか最後こんな感じで楽しそうにする瓶の飲み物なんだと思った時に、うんうん、ワンカップをできるどう最初びっくりするでしょ。びっくりする。飲み始めるとちょっと真顔になるの最後楽しそうにしてる瓶どう。面白いけど残念ですよね。まあまあまあ違う気がしたんですけどでもちょっと惜しいのよ。着眼点めっちゃ良くて、まあ、瓶は瓶なの、うん、あ、そうなの。そう、瓶は正解で、しかもその最後なんかチューみたいになってるじゃない、うん、これ顔文字全部言葉のこの何読み方を言ってるので、僕は正解言っちゃうんだけど、ポンズ、ポンズです。だからスンってすごいよもうだってさ、ごちそう横バーってあるしさ音でしょ。でも瓶のもので、うん、この顔のポンズ無理だって1せいだ。だとしたらせめて1じゃないよこれなるほどね、はい、ポン酢ね、まあ、言われればわかるけどだから50音一個一個照らさなきゃいけなかったんだ。そうそう、なるほど。でも面白い、すごいね。うん、でこれもこれってなんかある意味正解でしょ。まあまあまあギリ正解ね。まあ2つ目はね、はい、これ、まあ、これさすがに、うん、まあ自信ありますよ。うん、しかもほら結構もう今一緒にいるしさ、うん、多分伝わってるんじゃないかなと思う。うん、これも絶対そうで、これはだってもう普通にシンプルに入れる、はい、飲み物入れる、うん、コーヒー、ミルク、アイス、うん、もうこんなもん 100% これ以外ありえない。アイスカフェが正解。よかった、いやよかったよかった。いやだってさ、だとしたらこれやっぱ1なのよこれ1なのよちょっと順番間違えた、ね、本当にびっくりした。だから1相当簡単なんだと思ってめっちゃいろいろ考えたけどやっぱり何も出てこなかったありがとうございます。そう、これは簡単だったね。これは簡単だった。普通のカフェラテを買ってきたんじゃないかなとも思ったから、蛇口の、うん、なんか入れてきてねっていうのを、うんうん、いやいや、これで伝わった、うん、よかった、いただきます。はい、はい、ではラスト。あれ3もさ、もう本当に商品存在するするよ、する。その確かめまずしてる。待って、待って、見ていい。はい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 、ある。あります。見た、本当に確かめた。コンビニであることそっから確認したいんだけど。うん、うん、なるほど、あります。で、これはまず鳥でしょ。そうだね、まあ鳥じゃん、うん、で、このなんかね、これ の左が、俺最初左って読んでたんだけど、それだとさすがに食べ物として成り立たないから、はいはい、力こぶの昆布を指してんだろうと思って。ほう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 。で、昆布、昆布、昆布って絵文字ないから、で、まあ鳥で、まあ昆布、昆布で、この次の絵文字ちょっと分かんなくて調べちゃったんだけど、絵文字だけ、うん、これ豆の絵文字なんでしょ、うん、だから豆で、で、なんかこれ、まあシーフーってやってんのかなと思って、うんうん、で、でもさすがにそれだと言葉が成り立たないから、うん、これで全部で豆腐かなと思ったの。ほう、豆の、うん、ふーみたいな感じで豆腐みたいな、うん、はいはい、で、鶏とその昆布が混ざってるような豆腐の食べ物がファミマに売ってんじゃないかと思って、でもなくて、そんなのは一番近そうな食べ物を買ってきたのよネバーネバーとろーりとおい、なんか美味しそうかなと思って残念。まあまあまあですよね。まあまあまあ、これちょっとでもね、なんか近いとこには行ってる気がしてて、うん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 、でこれ先に正解を言うと、うん、ネギの味噌汁です。はあー、カモネギね。そう、あのカモネギが持ってるっていう意味のこの手だったので、カモが持ってるものはネギじゃん、うん、でネギの、で豆だから、味噌ってさ大豆からできてるから、うん、味噌汁です。あー、なるほどね。そう、味噌汁か。そう、え、でもだからそのなんか大豆って豆だからっていうのはすごい近かった。すごいね。なるほどね、はい、ちょっと待って、この最初の3つがやっぱり理解できないから
だって忘れてたんでしょ、ネギ。カツいた時思い出せなかったんで、今これネギのなんだっけと思って。なるほどね。そうネギ、ん？ネギの味噌汁、うん、でした。これはむずいっすわ。はい、まあでもこれ美味しそうだからありがたくいただきます。ネバネバとろり豆腐。悔しい。でも悔しいけど、向けても多分当てられないと思う。楽しいね、でもこれ、ね、あ、でも面白い、うんうんうん、え、これめっちゃ面白い、こっち側。本当？超考えるし。じゃあ、まあ今回は一問正解ということで、うん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。6分の1ですね。はい、あの、合格ですね、じゃあ。ちょっと精進もします。よく頑張りました。はい、はい、はい、ということで絵文字でお買い物一問正解ということで、お疲れ様でした。はい、楽しかったでも。本当？うん、こういうさ、なんか YouTuber さんっぽい企画やるの私たちも初めてだから、うん、どうだった？楽しかった？いや、あの、普通に楽しい。本当？へ、うん、でも、あ、なるほどね、これでこういう表現するのね、うん、みたいなのも考えなきゃいけないそう、まあ難しいけど楽しいって感じ。よかった、よかった。こんな企画やってみたらいいなとか、こんな企画見てみたいなみたいなのがもしあれば、ぜひコメントにいただければと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。それではバイバーイ。バイバーイ。